前回の動画では世間にあふれる嘘を見破る方法についてお話ししました政府はなぜ嘘をつくのでしょうか民主主義がその原因です気をてらって言ってるわけではありません民主主義の基本は主権在民と言われていますそうなりますと民の声をコントロールしない限り民主主義国家の政府はやりたいことをできません とりわけ戦争については国民に若者の死を覚悟させることができるかできないかが参戦できるか否かの分水例になります。戦争をしなくてはならないと考える政府は何としても国民に戦争を覚悟させなくてはなりません。ですからその覚悟を促すためにあらゆる嘘をつかなくてはならないのです。 専制主義国家であれば国民に嘘をつく必要はありません君主の判断で戦争するもしないも決められるからですイギリスは民主主義の伝統が長いだけに国民に嘘をつくのが上手です国民への嘘は言い換えれば国民へのプロパガンダですイギリスはプロパガンダの名手です 20世紀初めに活躍した外交官であり政治家であったアーサー・ポンソンビー卿は1928年に戦時の Time を上司しましたその中で国民を戦争やむなしに覚悟させるいくつかのテクニックを示しています。 ポンソンビーはイギリス政府が第一次世界大戦時にいかに国民にドイツという国を極悪国として描き敵意を煽ったかについて書きました。1940年、ポンソンビーは戦争大好きの政治家ウィンストン・チャーチルが組閣する戦時内閣に参加することを拒否しました。彼はチャーチルが嫌いだったのです。 ポンソンビーの書いた戦時の嘘は第一次世界大戦勃発時に海軍大臣であったチャーチルと対独強硬派の仲間たちがいかにしてイギリス国民を騙して大陸の戦争にイギリスを介入に導いたかを示したものでした。私はチャーチルとはいかなる政治家だったのか。 彼がいかにしてイギリス国民を退独戦争やむなしに導いたのかはイギリスの闇チャーチルに書きました私もポンソンビ同様にチャーチルを評価していませんチャーチルの好戦性は戦後の歴史家によって隠され偉大な政治家というイメージが一般化しています保守系の政治家もその虚像に騙されています チャーチルの巨像にはイギリス国民は気づいていましたチャーチルは対独戦争勝利後に行われた選挙で敗れていますポツダム会談の最中に彼はイギリス代表の座を労働党の新首相クレメント・アトリーに譲る屈辱を味わっていますいずれにしても戦争が始まると 敵国への憎しみを煽ることが民主主義国家政府が国民に対して行う最初の仕事ですポンソンビーは国民に敵国への敵意を植え付けるために政府は銃の主張をすると解説していますそれは次のような内容です「1我々は戦争したくないが 国家防衛のためには戦,戦わなくてはならない。2戦争の責任のすべては敵国にある。3敵の指導者は悪魔である。4我々の戦争目的は崇高であり一部の者の,の利得のために戦っているのではない。5敵は虐殺行為をしている。6敵は 禁じられてていいるる兵器を使用している7敵の損害は甚大であるが我が方の損害は軽微である8知識人もこの戦争を支持している9我々の戦争は聖戦である10この戦争目的を疑い反対する者は国賊である ポンソンビは第一次世界大戦勃発前そして勃発後にイギリスが自国民に行ったプロパガンダを解析してこのような結論を導き出しましたウクライナ戦争でも当然のようにこうしたプロパガンダが行われていますウクライナ戦争はウクライナをカマセインした米露戦争です この戦いを冷ややかに見るアメリカの指揮者はウクライナ戦争を代理戦争プロクシー・ウォーと表現していますしたがってアメリカ政府も戦時プロパガンダを仕掛けています2022年5月25日 NATO サミットを終えたバイデン大統領はブラッセルからポーランドに向かいました大統領はポーランドから ロシアを厳しく非難しましたこの戦争のすべての責任はプーチンにある我々には聖なる義務がある NATO の領土は一インチでもロシアに譲ってはならないバイデン大統領はロシアのクリミア侵攻には正当化の理由は一切ないと訴えるとそのスピーチを次のように終えました For God's sake, this man cannot remain in power. For God's sake は、大統領が公的なスピーチで使うような言葉ではありません。日本語では適当な訳語が見つかりません。いい加減にしろ、というほどの口語です。それに続けて、この男が権力の座に居座ることはできないと述べたのです。バイデン大統領のスピーチは、 ポンソン・ビーが語る戦時の嘘の法則のエッセンスが詰まっています URL を貼っておきましたので皆さんの目と耳でバイデン大統領のスピーチを確かめてくださいプーチン大統領をこの男と呼びレジームチェンジを訴える最後のフレーズはどうもホワイトハウスが準備した原稿にはなかったようです あまりに下品なスピーチだと批判されたホワイトハウスは弁明に追われました希望的感想をいささか含んではいますが私はウクライナ戦争の終結は近いと思っています戦い終結後にこの戦争でいかなるプロパガンダがなされてきたのかじっくり調べてみたいと思っています